お疲れ様です。ラットです。そして、いいよちゃんどうもでーす。お願いします。あれ、ライクさんどうしたんですか急に。どうも、どうぞりでございます。よろしくお願いします。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 ちょっといつもと違う感じでやろうかなと思います。珍しい、珍しい。先生、今日は何にするんでしょう。はい、はい、今日はですね、はい、なんだっけ。あれあれですよ。あさっきデッキ作ってた。あ、あれっすドズさんなら、ユニットなしでも勝てる説を。おー、知ってました。最近やっぱちょっとね、ライキ・ジョーンズ選手に引き続き、はい、ラップ選手からもね、もう多大なるナメプをされております、ドズルでございます。ナメてるわけじゃない。ナメてるわけじゃない。まあ確かにね、こう、差があっても面白くないですからね。ちゃんとこう、ここを合わせないといけないというところで、まあユニットなしがちょうどいいかな。ユニットなのか。いや、これはちょっとやりすぎですよ、絶対に。いや、これもだってパターンがもう限られるじゃないですか。小屋デッキか、小屋は OK ですよね。はい、OK です。小屋デッキか、クロスか、迫撃か、呪文、はい、以外削れないんですよ。まあそうですね。そうなりますよね。はい、建物とスペルは OK です。ですよね、はい、これは絶対勝てるでしょ。え、ディガーとかバレル禁止ですよね、はい、え、バレル、バレラールなんだ。はい、なるほど。はいはい、そっか、バレルは確かにあれですもんね。そう、スペル呪文ですから、はい、あ、OKOKOK、理解理解。ローリングバーバリアンは、あ、呪文だ。はい、呪文です。もちろんです。出た、マジか。あ、今気づいてしまった、はい、そういうことか。 OK です、 OK です。僕も準備できてます。それをもう頭に入れればね、間違いないでしょう。なるほど、バレるあるんだ。今気づいてよかった。 OK です、いつでも。いや、バレたんすよ。今気づいてなかったら僕普通にもう適当にあれしてましたわ。ローリングで打ってました。はい、OK です。よろしくお願いします。お願いします。これは負けるわけにはいかない。負けました。お願いします。いや、勝ちますよ、これ多分。ドズさんは気づいてないんですよ、はい、あ、まだ呪文の凄さにと建物の凄さ、建物の強さに気づいてないんですよね。いやー、これは負けないと思うな。今までいろんなハンデやってきましたけど、はいはい、とりあえず、とりあえず、でもとりあえずこっちもこうですよ。あー、なるほど。とりあえずこうなりますわな。まあそうなりますね。一旦でもこの軽く呪文を割いたのがちょっと怖い。あー、出た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 。一回引きこもりです。まあ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 、まあ、小屋が厄介ですね。もうクリスそうです。いやいや、まだまだまだ。いや、まだまだまだ。いや、だってこれ想定内なんで、言うて。あ、そうっすか。はい、全然。なるほど。パパ小屋で、これ小屋デッキなんで、多分五分小屋もあるでしょうな、おそらく。いやー、あ、ない。どうですかね。一旦じゃあこれでこんな感じで、相手にも呪文を咲かせつつ、おいしいおいしいおいしい。対空多くないですか。え、対空、対空多くない。まあ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 、対空きついんじゃないですか。呪文でしか処理できないんで。全然っすか。全然っすね。まあまあ、気のせいです。気のせいか。はい、で、今迫撃とオーブンとババ小屋が見えましたと。さあ、はいはい、まあここはもうちょっと、はい、しつこくしつこく処理していって、今のところだって圧倒的僕有利っすよ。そう思います。いや、だってノーダメですもん。いや、ノーダメです。甘い、後半が勝負なんで。本当に、はい、確かに小屋デッキちょっとね、地味に溜まってきましたからね。いやー、このベビードラが。おいしおいし、これユニット一緒にできないんで、アドバイス戦は。ユニットが出せないっていうことは、これが、ない、ずっと生き続けると。あれーって。あれーじゃない。あれーって言ってます。あれーって言ってますけど、これも永遠に入り続けますよ。あー、出た、やばい。これはどっち行く。いやー、雪玉に抑えられて、なんか謎の感じになって、これはちょっともう入らざるを得ないですね。あれ、これもちょっと、あー、はい、ありがたいですね。入れます、入れます、仕方ないです。ありがたいですね。いやー、これちょっと待って、どういうこと。いや、オーブン左下だったかな。オーブン右もちょっと削られつつ、いや、いい勝負ではあるんですよ。いや、僕らも押してますよ、だって。確かに、ちょっと押されてる感ある、押されてる感あるけど、ここで挽回の。いや、そっち、マジか。これ捨てかな。捨てっすか。捨てるんすか。捨てかな。いや、でもあっちの方が、あれが、うわあ、呪文、あ、そっか、こいつも呪文だった。ちょっと待って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 、これは気づいてない呪文。よいしょよいしょよいしょ、シークレット呪文が。いや、でもここもなんとか対処して、テスラでしょ。いやー、ここ押し切りたいな。迫撃プラスのテスラでの守りはフリーズ。いや、この人ちょっと待って、え、これで練習してる、いつも。いや、してない、してない、全然してない。これの練習してる。おいしい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 。え、ちょっと待って、ランバ、オッケー、いやー、これ勝てた、勝てた。いやー、まだまだですね。ラット選手、これは勝てた。
もうちょい練習しないと、これは私には勝てませんね。いや、これ勝てたなぁ。譲っても、OK。押さえて、グッドゲーム、ありがとうございます。いやぁ、勝てたー。今のは勝てた。スケーラーはちょっとね、想定外でしたね。危ない危ない危ない。いや、まあ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 。まあまあまあ。でも、想定内でしたよ。あれ？全然もう、強さ的には。ちょっとやるなって思いましたけど、やっぱまあ僕の方が強いかなって。慣れてます。慣れてます。痛いやっぱり僕の方が強いから。あ、いいですよ別にユニットを使っても、はい、いや、いらないです僕にはやっぱりいらないです。ユニットいらないですか。いらないです。続いて第2回戦。え、でもね、さっきなんかチラッと動画撮る前にラットバイ戦なんか2パターンあるって言ってたんですよね。あ、もう準備してます、ね、準備してるんかい。いや、ちょっと悩みます、ちょっと悩みます。僕もじゃあちょっと悩みましょう。おそらく2パターン目はもうちょい呪文多めで守って呪文で削ってくるやつだと僕は思うんですよ。さあ、おそらくね、おそらく僕の予想では。うーん、まあまあまあ、僕はじゃあもうデッキ変わらずでお願いします。あ、デッキ変わらずですか。あ、いやいやいや、変わるかもしれない。あ、なるほど、なるほど。インフェルノタワー入れられたらちょっと困る。デッキ変わらずですか。あ、じゃあ高回転にします。僕高回転ホグでいきます。はい、マジっすか。言っちゃったら負けます。高回転ホグで、はい、いきます。よし、準備完了です。僕も OK です。お願いします。勝ちました。ちょっと初のラットバイ戦に2連勝で終わるっていう。いや、絶対ないです。絶対ないです。動画で2連勝したことないと思うんですよね、僕。いや、阻止したい。金髪の時も1-1でしたもんね、はい、確か。あ、そうなんですかね。じゃなかったですか。1-1からのフルセットに持ち込んで勝った。あ、で、そう、はい、最後負けたんですよね。そうだ。いやー、ここはちょっと待つんすか。待つんすか、逆に。いや、僕もそれ聞きたいんですけど。待っていいんすか。いや、待ちたくない。雪玉、はい、これはこれは、墓石中、あ、墓石、そうかそうか、墓石はそうか、建物だ。もちろんです、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。呪文じゃないやんって言おうと思ったけど、呪文だけデッキじゃなかった、そもそも。余裕言っちゃいます、はい。あ、ちょっと、はい、これは呪文飛んでくるか、ファイボかなんか。はい、ファイボ飛んでくる。あ、うーん、まあ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 、同じカラバだな。はいはいはい、これなんですかね。2発おいしいからの、痛いな、結構あれだからな。ラットパイセンのちょっとまだまだ様子を見たい。マジっすか。いや、様子見たいっすね。何が来るか分かんないですもん。迫撃、ああ来ましたね。はいはい、クロス、オッケー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 、理解理解。よいしょ。うわー、うまい、そのワンテクがうまい。いやー、頑張って。これはどうするかな。ちょっと待ってよ。ステね。え、これは捨てっすか。捨てない。これは捨て、捨てはしなくない。捨てはしなくない。捨てないですか。って言おうと思ってるけど、いやー難しい。やっぱり捨てるっていう。いやいや、これはちょっとある程度、ある程度捨てっすね。あー、なるほど。で、こんな感じでうまく処理しつつ、さあこれ通りよ、頑張れよ。ファイボー、やばい、待って。いや、これワンチャン全然ある、全然ある、全然ある、全然ある。からのホバリングが、ホバリングきます。そうなんですよ。よし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 、これはでも抑えれないでしょ絶対。抑えれないでしょこれ。どう考えても、どう、はい、痩せ我慢。いや、これはだって入るでしょ絶対。いや、うまい、うまい、うまいけど、頑張れ頑張れ頑張れ。2発、2発、オッケー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 。からのちょっと僕もここはもうガンガン守っていきますよ。マジっすか。はい、守りタイムですか。守りタイム突入してますね。守りながらも、ね、ちゃんとじわじわと削っていくよと。いや、立ち悪いっすね。立ち悪いっすね。立ち悪いっすね。もう勝ちを拾いに行ってますからね、僕。あ、待って。え、やばい、待って。あ、えあっと、いや、なるほど、なるほど。いや、まあ、はい、まあ、勝ったと思ってるじゃないですか。それが。ファイブ外しましたよね、選手。はい。まあ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 。残り19秒。まだわかんないです、まだわかんないです。まあ、余裕ですね。マジで言ってる。え、マジで言ってる。ここポイズン。ああ、え、ずるっ。え、ずるくない、全然ずるくない。ずるずる。全然、1ミリもずるくないですね。さあ、ポイズンからの、ああ、なるほどですね。ちょっと待って、これ、これ。GG ロケット、マジっすか。GG ロケット、ありがとうございます。マジっすか。これは、さすがにハンデがひどい。これはもう。マジっすか。マジです、マジです。これはもうちょっと、圧倒的に大勝利でございます。いやー、ありがとうございます。マジで。はい、でも、あれですね、もうちょっともう柔らかいハンデで、
開始10秒間動かないぐらいがちょうどいいっすかね。いや、それはあったら甘いっす。やばい。いや、待って、めっちゃ悔しいっすよ。ありがとうございます。あ、いいっすね。ラットパイセンをボコボコにできるっていう素晴らしい企画でございました。僕あげるんすか、僕が。いや、ボツにしないでください、絶対。いやいや、何に、何睨んでるんすか。いやあ、あげたくないなぁ。あげたくないなぁ。あげたくないよ。あげたくない。え、もうあげなかったら僕あげますから。ブラッドバリ戦が1週間以内あげなかったら僕は自分のチャンネル勝手にあげるんで。ちゃんとあげます。はい、よろしくお願いします。いやということで先輩。リベンジしたいですね。はい、お願いします。いや、まあでも、ぼちぼちもうハンデもいらなくなってきてるかなと実力差がね、だんだん近寄ってきてるかなとやばいです、いうのを皆さんも気づいてると思いますが、私ゾズル頑張っておりますたまたまです、はい、というわけで今回コラボさせていただいたドズさんの、はい、チャンネルリンク概要欄貼っておくので皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。あとドズさんのチャンネル、はい、でもドズラットコラボ、はい、たくさんやってます。ぜひ見てください。よろしくお願いします。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れちゃんです。